こんにちは、トリクサバックヤードトークです。はい、皆さん元気ですか？昨日試乗会で例のファルコアの含まって西田先生のほうからいろいろ聞いて、で、タンところからまた話も聞いて、もう頭の中モコモコって盛り上がってて、今日は西田くんにこのね、ユニオン先生にこのファルコアのパーツモデルをこれ持ってきてもらって、そこからまた話をさらに深掘りして、もう普通の話じゃないと思う、深掘りの深掘りの話を今日したいと思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。その話で、やっぱりそうするとただ滑れてるじゃないですか、分かって滑れてるじゃないですか、まあ、これ彼が言って、やっぱりもうそうするとこっちがうーのでも出ないぐらいに向かっていけるから、その実証を含めた上で今日また話を深いところにしてもらいたいんですけど、はいはい、まずこれが例のファルコアの、そうですね、そうですね、ベースプレートですね。どんな感じですか、教えてください。今、まあ、最初にはブッシングっていう、はい、一番この独特のアシンメトリーの形状のブッシングがあって、そこにこのフレームですね。これもユニオンの初めての形状で、今までこういう何ですか、360度すごいこの柔らかい素材で、ちょっとその前にこれとこれ離れてたんですね。そうです、実はこの3つのパーツですね。うわすごい、これで構成されてるんですよ。これね、普通考えるとこれって絶対こうくっついてるんですよ、こうなんですよ。これがボコンと上がってくるんですよ。これが離れてる。それでこれがこんなに柔らかい。これすごくないですか。すごい、初っすね。ね。でも多分この柔らかさがその板のフレックスを拾うというか、すごい板の足裏が感じやすくなってると思う。実際にダンド君これさ、滑っててこれのこの感じとかこの幅の広さとか感じる。やっぱ幅が広い分安定感はすごい。これだもんね。今までより全然違うよね、はい、この幅の広さがあって、このフレームがポコンと乗っかってるんですよね。でこれがこうくるわけですね。そうです、こういうことでしょ。それでこれが昨日はタント君が言ったことかもでしょ、はい、でハイバックで説明したんですけど、自分でももう一回どんな感じかなと思って使ってみたんですけど、若干このハイバックがちょっと角度が若干入ってて、このブーツにしっかりとまとわりつくように。え、それはニュートラルな状態でってことでしょ、普通の状態で、はい、はい、最初からすごいこのブーツのふくらはぎに沿うような感じでこう若干角度が入ってて、でさらにこのカーボンっていうこの硬くて軽い素材がずっとこの足に張り付いてくれてるので、だからそこでやっぱりブレないというか軸がブレない。でもこの柔軟性があるから足を曲げたい時にはしっかり曲げやすいっていうのがすごいな。ちょっとセブンティーイヤーズだよ。本当に17歳。はい、ちょっとめちゃくちゃ勉強になります。すごいですね、はい、でもねユニオン先生これ本質はやっぱね西田先生が知ってると思うんですけど、そうでもこれね他のねこれねなんか感じが普通の今までのミニディスクちょっと違う感じがするんですよ、うん、そうですね、もう、まあ、ミニディスクのすごく良さはありながら、まあ、その反発を生かすっていうやっぱこの構造になってて、まあ、それのやっぱりそのベースっていうのは特にユニオンですごくこだわるんですけど、まあ、この新しいファルコアってすごくこのベースが、まあ、ちょっと昨日も乗って言ってたんですけど、このつま先とかかとの高さが若干違うんですよね。聞いた、はい、聞いた、それ絶対やっぱ違うんですよね、はい。え、どういうことですか、どういうことですか。ちょっとこのかかとの方がこうなってる、低くなってるでしょ、はい、これやっぱ違うんだよ。それでさっき言ったタント君のこれがこうじゃなくてフォースってこんな感じだよね、はい、フォースはこんな感じなんですけど、これがはるかこんな感じなんですよ。極端に言うとね、極端に言うとこういう感じなんだよね。でそこの最後の味噌がこのアンクルストラップ。そういうことだ、決め手なんですよね。だから今までの僕ずっとミニディスク使ってるんですけど、ミニディスクってベースプレートがしっかり止めててもこれがこうやって結構動くんですよ。これがねこうやって動くの、しっかり止まっててもこうやって動くんですよ。
でもこれって結構しっかり止まったらしっかり止まってるんだよね。そうです、もうペターっていう感じでね、これがしっかり止まってるの。それでタント君が気抜いた安心感と安定性、これがこうついてるわけじゃないですか。こうついてるね。だからここがすでにふくらはぎがちゃんとここにこうやってブーツの後ろがちゃんと触ってくれてる。なおかつこれがこう下がってるんですよ。そうなん、若干上にこう上がってる。そこで前に倒れる、そうです、あの柔らかいアンクルストラップが搭載されてるんで、そこがミソ。そこだよね、わかる、それわかります。実際乗ってみるとわかると思うんだけど、前がめちゃくちゃ柔らかいんですよ。今までのパルコアって硬いんですよね。そうです。硬いとどういうかというと、硬いとストラップが硬いと押せば前に押そうとするとストラップが邪魔して前を押せないじゃないですか。そうするとどういうことかというと、ここを押すじゃないですか。これが前が柔らかいからブーツが前に倒れてもここのとこ影響しないんですよ。だからブーツをこうやって前に曲げた状態でもこれが板がフラットにいる。これがこういうことだね。それで戻った時にその反動をそのまま活かせるんで、すごくフィールのベストが上がる。だから今まではこのベースプレートのこのうまい遊びを使ってコンって入ってたのが、今回はこれはしっかり止まった状態でかかとがこう入って、この押してもここがストラップが柔らかいから前に行ってコンって返った時にスパンと、そうなんです、ここに速いレスポンスがパンって生まれる。それがなんかこの柔軟性と反発を両立させたパルコアのパンツ、それを感じてる安心感。そうです、それがまあタントがこうフィーリングで感じてた安心感。やっぱりだって違う、そう全然違うね。もう構造が違うんですね。だから今までのミニディスクと全く違うんですよ、感じが。ミニディスクでやっぱセンター止めてくるくる動きますよでポンと入るんじゃなくて、ミニディスクでしっかり止めてて柔軟性はあってもベースプレートで安定性があって、なおかつタンゴムって言ったらこのこれがこうじゃなくてこうなってて、こうやってちゃんと包み込むように後ろを押さえてくれてる。だけど自由度がある、行った時にスポン、そうですね、はい、あったんです。はい、まあなんか一番僕がこう感じたのは、なんかハイバックの硬さってなんかすごい重要だと思ってて、うん、足の軸を支えるのはなんかハイバックなんだなと思って、ハイバックがしっかり足を軸を支えるのはハイバックだそうですよ。はいはいはい。でもこのままじゃポージとカーボンだけじゃ硬いじゃないですか、うん、でそこでこうスタイルとか出したりターンで膝を入れたりしやすいのがこのアンク、柔らかいアンクルだと思うんですよ。だから軸、基本的な軸はこのカーボンでこの軸を作られてて、スタイルを出したい時はこのアンクルの柔らかさでアンクルが出るんですよね。俺はそれを一番感じました。Hey, hey, hey, he is 17 years old. He is 17.どういうこと、はい、それがこの安定感につながっているって思ってますね。素晴らしいです、ね、はい、もう教えた通りです ね、はい、だから結局はでも本当にでも先生、先生でも本当その通りですよね。いや本当にその通りですね。やばいですよ。なんでやっぱファルコアって結構あの硬い板もミニディスクなんですけどすごい使いやすいんですよ、うん、それはベースとハイバックとこのアンクルのバランスにします。でもその裏を返せば柔らかい板も使えるんですね。そうなんです、かなり幅広く。でも今までミニディスクって結構硬い板ってやっぱ苦手分野だったんですけど、うん、そうですね、まあそれがみんな乗ってもそこまでなんか乗りづらいって感じは絶対ないと思います。もうなんか世界征服したいよね。そうだからね、ちょっとこれあればもう乗りないと怖くないのかなって。でも実際にタンドを使ってるでしょ、テコーフを使ってるでしょ、昨日女の子の JD 使ってるでしょ、俺みたいに強い使ってるでしょ。これは俺、ショップじゃないですか。ショップの立場としてこれ絶対に乗んなきゃダメなの、うんうん、乗んないと今言ったことを頭で理解しても絶対分かんない。これはやっぱりそれでそれを聞いてるお客さんの人もみんなそうだと思うんですけど、これは乗んないと分かんないと思うんですよ。で、あ、今度のファルコはいいやつ、これ乗ってみて分かる。だから試乗会に乗るってすごい大事ですね。ぜひ乗ってほしいですね、これは。いやー、乗れて嬉しかったな。でもみんな結構あれですよね、このカーボンも硬いし、でもアンクルはこの結構柔らかい、だから結構どうなのみたいな、なんかすごい俺も最初すごい思ったし、一番初めそう思ったでしょ、はい、乗る前は感じたし、まあ、触って柔らかいし、でもやっぱりなんか滑ってたら
全然なんか違和感もないし、なんかこのストレスがないっていうか、すべてで硬いとも感じないし、柔らかすぎず硬すぎずみたいな、すごいなんかちょうどいいっていうか、もう自分の思った通りのライディングさせてくれるユニティングだな、すごいですね。じゃあこれでね、もうやっぱ昨日のやつも全然クリアになったし、ライダーの意見もクリアになったし、もう先生の意見も分かったじゃん、まあこれはやっぱ試してもらえるんですね。ぜひ試してもらえる。またね、ちょっとバインディングのミニディスクのもう観念がすごく変わる。変わりますよね。うん、本当そう思います。はい、ということで超深掘りした、普通じゃ話せないこのね、ファルコアのこの秘密聞いちゃいました。ということで気になった人は絶対に試してください。もう試して悪いことないですよ。もうこれは試した方がいいです。もう次世代ビニールです。ということで、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。安藤君と西田先生でした。ありがとうございます。よろしくお願いします。